お花ちゃん寒いんですけど、いやめっちゃ寒いよね、やばい、部屋の温度 23.7 度、髪大丈夫そう、髪大丈夫そうとは、ちょっと寝癖、ちょっとここがボコってなってるけど、ボコついてギリギリセーフって感じ、ギリギリって感じ。え、お昼は暑いらしいのに半袖で出かけた、いや絶対寒いよ、絶対寒いよ。さあジカルさん、だるまちゃん、駅だれさん、お花ありがとう。せいやん、オオカミありがとう。愛媛中アップ男子さん、レインボースター、せいやんさん、お花。月組さん、コウモリ、山勝さん、お花ありがとう。まさたろう、お花ありがとう。お塩甘やかしたいさん、ものすごく可愛いです、ありがとうございます。いてーいてーってて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 、こきーここここここ鶏が乗り移りました。ドリミネーションだね、準備始まってるらしいね、冬だね、東京寒い、雨つらいって、やっぱ雨か、でもやっと広島が晴れたよ、やっと広島晴れたよ、だから多分あと今日ぐらいには晴れるかな、東京も。東京の皆さん風邪ひかないように、この雨が終わると、てかもう雨降り始めたぐらいからすんごい寒くなるから、多分この雨明けたぐらいに、いやめっちゃ寒いじゃんってなるんで、あの衣替えした方がいいよ、この期間中に。おきざり、お花、Thank you。ゆいちさん、ハートありがとう。朝配信助けるわ、暖房つけようか思ったわね、ニワトリおるって、ニワトリ乗り移った、良い旅を、ありがとう、朝から美しく綺麗、なんて嬉しいと言ってくれるのてへ、なにビタミン C 足りてないかも、ビタミン C が不足しているかもしれません、ちょっと口内炎予備軍発生しとるかも、ビタミン取ろう、どの辺が寝癖なのでしょう、わからない、ここがちょっとボコってなってます、
子がモコついてる。本当広島久しぶりにいい天気。今市内にも勝手に土地ね、久しぶりに天気がいいかな、いい出発ができる。あ、ビタミン B が大事なの？ C じゃなくて。チョコラ BB、 いやチョコラ BB 飲むわ。口内炎ってつらいよね、地味に。そう、もこげもこげ。え、ほんとだ、なんかかぼちゃの口で、なんかかぼちゃがすごいリップ塗ってるけど。いらーい、口内炎になるとなんかちょっとさ、ストレスって感じやん。ちょっとストレス感じるやん。だからストレス回避。そう、歯磨きセットを新しくしようと思って買ったんだった。そう、歯磨きセットの準備しよう。可愛くない？見て、なんか紫の歯磨きセットあったんですよ。これを私は改造するんです。まずここにロゴがついてますね。それをまず引っ剥がします。はい、ビローン。そしてみんなとの取り違いが起きないように。かわいいかわいい、あお、超絶ポリティな。え、なんか入れ方が違う、見ないなこれ。いや、かわいくない？ちゃんとさ、この蓋も紫だしさ、この見てよ、やばい、なんかこれ透けてる、私がやばい。ブラシも紫なの、可愛いでしょ。でもこれ、なんこれ、むず。ちゃんとした入れ方線には入らん。これパズルみたい。多分こうで、こうからの歯磨き粉からのこうじゃないと入んないわ、うまく。なるほど、勉強になります。これに、これをつけたいなと思いまして、可愛くない？超可愛くない？わ、どの辺にしようかな、配置。みんなストップって言って、いくよ。ドゥ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 。みんながストップって言って配置にする。ドゥ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 。そう、あ、来た、ストップ。この辺、確かにこの辺いいかも。みんなが決めてくれた位置にします。今送ってくれた人もおるな、ごめんな。ストップ。いや、ちょっと迷ってきた。え、これシールじゃない？そんなことある？もしかしたらこれシールじゃないかも。いや、シールだよな。あれ？シールじゃない。あ、スマホの裏に入れて楽しむやつ。ねえ、私さ、ちょっと口内になるさ予感してたのかな。ちょっと昨日コンビニでオレンジジュース買ったんだよね、朝飲もうと思って。あれ？スマホの裏に貼って楽しむやつかも。挟んで楽しむやつかもしれない。やばい。これ袋に入ったんやけどさ、絶対使うと思ってさ、開けて置いてた。
なんて書いてあったか見るの忘れた。いや来たー、シールだったー、よかったー、シールでしたー、シールでしたー、バイ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 、ふう、シールだったよー。一見地下木と展開めい、この曲が頭から離れん、今流行ってる曲、あの憧れの、かわいい、かわいいです、とても、え、ちょ、いっぱい貼りたいけどな、どうしよう、どうしよう、いっぱい貼るか、それともこれで終わらせるか、ここにこうメロ貼るか、メロ貼るか貼らないか、メロ貼るか、メロ貼るか貼らないか、メロ貼るか、ちょっとこの羊貼るか、羊貼るか、うーん、黒メロ貼るか、うわ、悩む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 んご、この辺で飲むヨーグルト、へえ、勉強になるわ。いや、メロかな、やっぱメロ貼るかだよね、思った、最初のがいいよな、色違い買った、相方よ、相方よ、違ったか、星になってるけど、まあメロかな、まあ相場メロだよね、でもハートかな、これはセンスが試されますわ、これ頑張ったら3匹貼れたのかなって今思い出した、センス試される、朝からちょっとなんか脳トレ、まあメロか、相場メロだよね、はいはい、完成、私のかわいい歯磨きセット、朝から良いですわ、良い気分じゃ、そう今日からスシローコラボあるの、でもねちょっと行けなさそうなんで、初日ファンの方が代わりに行ってくれます多分多分信じる、そう信じる、可愛いよね、あ、そう、福フェスの STU の出番、そう20時からだから、お仕事帰りの人も間に合うから見に来てんな、ナイス、行かされますわ行ってくれます、え、ちょっとオレンジジュース取ってくる、ちょっと時空歪めます、おちょ、いで、よいしょ、んでもってさ、昨日さ、昨日ね、夜にさ、なんだかなんだか小腹すいたの、あ、本日も安定のこちら、あっためたい、あ、ホットオレンジにしたい、温めたい、ダメですか、温めてもいいですか、こちら、あ、温めてもよろしいでしょうか、ホットオレンジしたい、冷蔵庫に入れてたら冷たい、温めます、ちょっと待っててください、
Wait a minute. です。調子乗って温めて。オレンジジュース温めるといいよ。なんか朝女子さ、飲みますって言うじゃん。でもなんかまあなんだって全然上手だって。なんかもう本当に美容に心がける人はなんかレモンを垂れ。
レモン果汁でその左右のレモン果汁が溶けたを温かくし飲むらしい。だからね、そのまあミンジュースだとなお良いのでは。可愛くそのスピンのでできません。封しても変わんないぐらいかー、やばい、おじさんだった今、ビールの時のおじさんだった。花粉だ、多分ね花粉がね落ち着いてた理由は雨ってたなんだよね。そう雨ってたから花粉が落ち着いてたけど、おいしい。ビールもレンチン、ちょっと想像つかんね、どんな味する。麦ジュース、おはよう。シミは足りますわ。泡だらけになるんか。そうだから雨上がり舞うからちょっとノーなので、ちょっと花粉が暴れ出すのでちょっと東京に逃げます。雨降ってる。みんなもはい、みんなふうふうってしてください。みんなもはい、みんながここにふう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 。可愛いでしょ、マジなんかとぼけ顔、とぼけ顔のクマちゃん、なんかバイト初日みたいな、なんかバイト初日のクマちゃんだよね絶対。え、何すればいいのみたいな、ちょっとバイト初日、バイト初日クマみたいな。はあ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 はなんかちょっとやな。おじたんの時は。あつけりゃさま狭い夫婦。やばい、世代バレてるよ。なんか寒い日にさあったかいもん食べると涙出てくる。寝てるやん、寝てる人、おはよう。え、今日の朝時間経つの早。今日は皆さん、え、今日って水曜日なの？あの金曜日ぐらいのテンションでいたんだけど、あれ今日水曜日なの？なんか私のカレンダーバグってたわ。温かいものが五臓六腑に染み渡るねえ。ね、コンビニのおでんって始まってますか？とても楽しみでございます。3日ぐらいバグって、中華まんなら始まってた。あ、始まってる場所、なんか始まってる場所もあるよね。それってあの店側に委ねてんのかな。近所におでんまで週の真ん中、驚き驚愕、まだ週の真ん中。驚愕の事実、まだ週の真ん中、どんでんどんでんどんでん。
やばい、ちょっと何も準備してなさすぎてやばい。ちょっと準備し始めよう。何も準備してないとです。やばいんです。でもメイクポーチはそのままでいけますので、はい、一旦閉めちゃいます。そう、赤身白身の日だよ今日。みんな多分、みんな多分なんか今日あの朝ごはんかお昼ごはんになんか多分スシロー行きたくなる魔法かかってるんじゃないかなって思うので、スシローに行ってぜひぜひソフトドリンク飲んでもらってって感じで、ってな感じでよろしくお願いいたします。コンタクトも忘れないようにだね。コンタクトの在庫があるかな。いいですね、入ってる。ティラミス美味しかった。え、もう食べたの。え、嘘でしょ。でももう空いてる寿司のあるの、それともなんかそういうなんか企業の人。いや、そう、ティラミスめっちゃ美味しそうなんですよ。たくさん食べたらどうするの。いや、めっちゃ嬉しいよ、その分私が喜ぶ。何か丸々たくさん入ってるっぽい。何やろ。おはよう。やばい、なんかちょっとあったかいみかんジュース飲んだ。体熱くなってきた。それはそう、体の芯から温まってる。それはそう、いい効果ですやん。いい効果なのだが、ちょっと汗かきそうなぐらい効果感じてるんだけど。みかんパワーですね。人間みんな好きになる人生は一回笑う角に吹きたる。眩しい朝に Wow Chance Oh yeah You got a chance。 旅立つ朝に Wow Chance Oh yeahYou got a chance, oh yeah。 あれ、これってみかん、なんかみかん関連じゃなかったっけ、違うっけ。なんかこの曲ってなんかめっちゃみかん関連な気がするんだけど。違う、違いますか。ねえ、めっちゃびっくりした。あっちゃんまだ行かなくていいのとか、ちょ、焦らせんといてくださいよ。もう焦るやんけ、まだまだです。焦った、焦らすな。焦らすな。今マジ結構真顔になったよ。え、焦らすな。いや、変な汗かいたやん、変な汗かいたじゃん。罪深いよ今の。曲のタイトルがみかんだよね、だよね。焦らすなって話だよね。岩橋にマツコありがとう。タイムキーパーナイス。いや、そうなんよ、あのなんかメイク道具忘れても、あのなんかメンバー持っとるし、意外とね、メンバー持っとるし、あのメイクさんも持ってるしみたいな、ちょっとね頼れる部分はいっぱいある。今日の東京、札幌より寒い。それは、それは、それはちょっと上京すんの。ちょっと今でも何も揃えてなくて、荷物。みかんの歌聞いてみてね。うわ、どのみかんの歌だろう。眩しい朝に Wow Chance。
おーやー、夢の中。見て、なんかちょっと風邪ひきそうなので、ね、ちょっとこれを、これ医薬品だからすっごい説明してくれた薬剤師さんが、なんかこれ合わせてなんか飲むと悪いものがありますのでみたいな。あ、みかんの歌っていうタイトル。へえ。風邪はね、なんか多分昨日カッコン糖飲んだおかげで、なんか風邪予備軍から風邪はひかなかったけど、なんかまあちょっとでも気を抜いたらやばいかなって感じなので、気をつけます、気をつけていきたい所存。あ、待って、やばい、パイナップルケーキ出てきた。え、待って、なんかめっちゃこのごな、私パイナップルケーキが世界で一番大好きなんですよ。あの海外のお菓子で一番大好き、パイナップルケーキ。でもこの前のハラダレ公園の中、飴が入っているのね。あと充電 5% だわ。最近秋バテ流行ってるので気をつけてね。え、やばいね、バテ取ったんかもしれん。私も秋バテやったんかもしれん。そう、充電がない。パイナップル頭を帽子にしてる猫、マルコやないかい。おはよう、こんばんは。ピーニップル頭、待ってたよ。トラッキーさんありがとう。じゃあ10分になったら断乳見ます。おはようございます。こちら、おはようございます。なんかね、今日ね、めっちゃ夢でね、寝坊して夢見たんですよ。だからなんかね、生きてる心地しなかった寝てる時マジで寝坊した夢みたいよ。なんか朝起きたらもうなんか、これが予言にならなかったらいいんだけど、そう、リアル寝坊じゃなくてよかったんだけど。さしすせそさんハート、まちひろさんハートありがとう。だからもう二度寝はしないことに決めました。じゃあ壇上見ますね。もう壇上、後から動けるなんて。13位エルグさんありがとう。12位月組さんありがとう。11位朝倉さんありがとう。10位愛媛のカープ男子さんありがとう。9位渡辺さんありがとう。8位文吾さんありがとう。7位駅慣れさんありがとう。6位山勝さんありがとう。5位サージカルさんありがとう。4位せんやんさんありがとう。3位けんけんさんありがとう。2位まさたろうありがとう。そして第1位じとくさんありがとう。はーい、お話し会の再販受付が今日の13時までです。12月8日がおすすめなのでよろしくお願いします。では夕方から渋谷で待ち合わせね。キラリン。今日の福フェス番外編は配信もあるので、ぜひ会場は行けまへんっていう人は配信で見てね。よろしく。ではバイバーイ、またねー。